の謎解きは解けていけ、いかなきゃいけないですね。行く行く、これ行くべ。ダーンダーン、戦いは極力避けたいが、やむを得ないな。やむを得ない、戦い。あ、いいけたかな。天刀流なぎなた術の技、なぎたって言うんだ。私の教え子には難しい漢字使ってる。触れさせない。なぎ、なぎた。さあ行くよ、さあ行くよ。いやーすごいわこれ。私の教え子には指一本触れさせない。なぎな、あ、なぎなたっていうの。なぎたで聞こえちゃった。なぎなたなんだ。そういうことですね。あの、私ね、うん、なんかよく聞でもね、私一つは確信できることはね、多分ね、このゲームやればね、私漢字の読みがね、すっごい上達しそう。戦いは極力避けたいが、行く行く、はい。準備完了だ。でもあの字どうやって書くんだけど、まあいいや、後で研究しとこう。あ、やばい、もったいない。うわー、私が指揮を取る。はい、指揮取ってください。私の教え子には指一本触れさせない。行く行く行く。パー、両方両方、はい。天刀流なぎなた、なぎなた、ぬちゅつ。なんとか勝つことができたな。イエーイ。あ、そうそう、私ね、あの、これちょっと戻るね。これ、あ、じゃない、これ。こっち、こっち。こっちのなんかね、人種のうちの右側の連帯のっていうものかな。連の大のの、連帯のっていいのかな。まあ。これね、クリアできたんだよね。あ、でもあ、ごめん、クリアできなかったんか。死んじゃったってこと？ごめん、間違えた。あ、死んだわ私。あ、これ無理だ。一回クリアしたことあるんだけど、で二回目チャレンジしようと思ってたらここで死んじゃってるんだよね。多分ね、おそらくね、これね、無理だと思う。ほら、この子たち、もう無理だもん、戦えない。あれ？ガラシイシシってレベル1だったっけ？厳しいよね、これ無理だよね。一回ね、なんかの配置でうまく通ったことあったんだよ、一回だけ。一回だけ。その後ね、二回、これ二回目だけど、その一回通った、成功したのが一回あって、で、その次の時はもう失敗して、で、これが失敗の二回目。これ撤退します。これ撤退すると、戻っちゃうから、順番を間違えてたんだよな。途中で、なんかね、どっか引っかかって3回戦ったの。あの、くずいやつで頑張って。その後順番を間違えちゃったらしくて、まあいいや。あと1回はできるから、これをとりあえず星3つゲットしてくる。あの、奇跡的に取った時のやつをさ、どういう配置だったんだったっけな。なんか適当にやったらできたんだよね。で、確かね、なんか一回だけ、なんか私の教え子には一箇所にね、なんか3回ぐらい戦った連続で。あとは倒すだけ。途中で死ぬとね、あの、また配置すればね、引き続き戦いができるんさ、あの、そのクリアするまで。これこの子さ、なんか他の動画見てた時、ライブ見てた時、あの、梅干し
あれすごい受けちゃってさ、確かにそっくりだわと思って。隊長さんなの？さあ行くよ。私が指導するのか。そうそう、先生だから。よし、みんな行くぞ。みんな行くぞ。うわあ、ははは。強敵出現。あとは倒す。私の教え子には指一本触れさせない。これなんて読むんだろう。金光の宝術っていうのかな。マイル、転倒なんとか。危なげなく勝てたね。危なげなく勝てた。ああ、タベさんいらっしゃい。今日はちょっとね、遅れて放送してる。今ね、星3つゲットするためにね、常用の門をやってる。常用の門で OK かな。戦いは極力避けたいが、やむを得ないな。よし、受け受け。準備完了だ。お、すごい、なんか防御マークが出てきてる。防御してるんだ、その、ま、あれ？なんで消えちゃった？さあ、行くよ、神田さん。私の教え子には指一本触れさせない。はっ。あ、強いな、この子。あれ、こんな強かったっけ？私の教え子には指一本触れさせない。ゆけ、あ、やばだ、やばい、やばくない？今なんか先生が死にそう。あ、この二人、この子やばいかな。あれもあれかな。おお、よかったよかった。今9回クリアした。10回目いきます。おにぎり足りなさそうだな。へい、受け受け。私が指導するのか。はいはい、指導します。指導してください。準備完了だ、行くぞ。私の教え子には、なんかそれぞれのキャラのさ、あのスキルがそれぞれ違うからすごいよね。お、いけいけ。天竜無双なんとか、ん？こんな感じ？今レベル34だ。え、レベル50か60に行けば6章いけるってこと？そうするとカンタタの謎が解けるってことかね。カンタタの謎は解きたいよね。戦いは極力避けたいが、やむを得ない。声が素敵。天刀流薙刀術の技。薙刀だ、本当だ、薙刀で呼んでる。私の教え子には指一本触れさせない。あ、もったいない。あ、私が指揮を取る。あ、大丈夫か。お、いった。油断してると痛い目を見る。天望なんとか、ヒヒわかんない読み方がわからない。なんとか勝つことができたな。勝つことができたね。さあさあ、ひょっとしてもおにぎり足りないってやつ。全員に送るよ。もう受け取れないの、これ。25個のうち申請が入った。はい、あんまり断らないので。ふうふうふう、しょうがない。おにぎりを求めて。これ取っとくんだよね。取っといて、いろいろ。お、ゲット。浴衣が作れます。ん、お、ルコちゃんが。お、これ2回目ゲット。1200円、1200円も膨れんの。太ももだね。あ、太っ腹だね。稽古すんだな、俺も付き合うぜ。よっしゃ。枯山水まであるだ。
本当に豪勢な庭だな。にゃん。なんかたまにカッパに、カッパがここら辺に出てくるんだよね。ここのね、世界の中にね、なんかね、いろんなのが入ってくる。びっくりマークがついてる。あ、この子。さて、しっかりと湯船に浸かるとしよう。上がらせますよ、上がらせます。先に髪の毛を拭いてあげるんだ。君も早めに入りなさい。はい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 。髪くらい自分で。こら、君の存在には励まされることが多い。そうですか、それは良かった。お、水ゲット。明るいうちに入る湯も。これはマサなんだっけな、タタマサかな。この子またお湯に入らせないとストレスが減らないから。あやかしの子供に泥をかけられてしまった。風呂あまり長湯をするとのぼせてしまうな。これは上がらせない。ハートだけ、絆のハートだけ。これね、さっき髪の毛をぬ、あの拭いてあげた、あげるとね、これもらえるの。さっきの温泉マークみたいのが出てくるとね、クリックする、クリックして温泉上げらし、上がらせると OK。 なんかお返しみたいのがもらえる。そうすると蔵のところでこういう感じのやつあるじゃん。ほら、牛乳とかそういう系がもらえる。ほら、こんな感じ。出陣して常世の門、今途中まで戦い、ん、ひょっとしてもう心構えはできたな。心構えはできた。では戦いに挑もう。さあ行ってくれ。準備完了だ。行くぞ。私の教え子には指一本触れさせない。改心、改心っていうのかな。私が指揮を取る。さっけ。おお、なんか変な、あの防御のなんかまん丸いやつ。この子は蜘蛛の巣張るんだね。あ、梅干しだ。私もう梅干しではすごいつぼに入っちゃって。まだまだ強くなれる。梅干し、私が梅干し、梅干しです。隊長さんなんです。おにぎり足りるのかな。11回目に。戦いは極力避けたいが、やむを得ない。はあ、やばい。準備完了だ。はよっしゃ、よっしゃ。やば、あれ、この子回復するんだっけ。この星マークは何なんだろう。私の教え子には指一本触れさせない。お、行った。来ましたね。勝つことができたな。行くよ行くよ。これが10回目かな。これが10回目かな。私が指導するのか。そうそう、君が指導するの。天刀流なぎなた術の技。なぎなだ、なぎなだだ。思い知るがいい。おお。お、なんかボールが張っててきてる。ボールっていうか、あの、矢をさ、やるときになんか変な前の方にボールがついてるじゃん。あれ、前あったっけ。なかったような気がする。私の教え子には指一本触れさせない。天刀流なんとか。あ、やばい、紫色になってる。まだまだ強くなれる。あ、探索成功、 OK。